巨人、西舘雄飛さん、投球フォーム変更。巨人のドラフト1位ルーキー西舘雄飛投手、21が21日ブルペン入りし、クイックではなく足を上げる投球フォームを初めて試したほか、フォークの改良にも取り組んだ。初実戦となった18日のサムスンとの練習試合では立ち上がりの初球まっすぐを痛打された。あれから3日、西舘が新フォームを試した。常時クイックが代名詞だが、ゆったり足を上げたモーションで投球練習。フォームの中で緩急を作れないので、足を上げることでバッターがわからないぐらいの何センチかのズレを作れればと意図を明かした。早いよ、瞑想しそう。そんなホイホイ変えて大丈夫か。まあ全部クイックで投げる意味はないよな。ランナー出たら切り替えるってのもなかなか大変だし、全部クイックでもいい。変えないんじゃなかったのか。タイミング外せるならまだしも普通に捉えられてるしな。評価されて採用された部分変えてプロでやっていけるもんなのかな。常に一定よりランダムにできた方がいいだろうな。このクイック投法にしたことでフォームのバランスが良くなって、球威や制球が良くなったんじゃないのか。クイックやめたらただの桜井みたりになりそう。結構口揃えたように限定されてたもんな。 OB に評論家にと、あのクイック体重の欄から肩も軽くなるし、タイミング取られやすいらしい。紅白戦サムスン戦でも空振り取れないし、まっすぐ捉えられてたな。ストレートが思ったより強くない印象やな。現状西舘の一番の問題は言うほど球が速くないことなんだよな。クイック投法でも強い球が投げられてるという想定やったんやろうな。本人も球団もフォーム変更するよりクイックでも球速が出るようにトレーニングした方がいいんじゃないかな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。